大井義和団2月26日から2018年2月27日は昭和、平成時代の日本の前奏。兵庫県西宮市出身。出号は大院屈、道号は祭壇。法意見名は、霊、広氏、属性は大井。1990年に臨済州方向寺派官長並びに、方向総同士下に就任。 1990年より2018年まで、勤めた。2018年1へ、横飛ぶき104。1915年、兵庫県西宮市に生まれる。6歳の時、西宮市の臨済州東福寺八重松寺を称、かつ、実父の大井道運について特度した。1940年京都、帝国大学文学部哲学科を卒業後、1940年に、 家長一同のいる京都の東北騒動に方。しかしその後、第二次世界大戦のため平役駅により、京都を離れ、戦後1948年に、重松寺住職となり、その頃から再び、京都東北騒動の家長に通算し参戦。そして、家長が愛知県犬山の明神寺派随仙寺暇住家になると、大井も随仙騒動に、天鈴。その後、 家永一堂の奉仕となる。そして花園大学教授として、全哲学を教えていたが、1960年4月、大分の明神寺派一万久差し総道士課に就任し、1975年3月まで15年間在任した。その後、明神寺山内にある四派の一つ、東海安住職となる。東海防岸でも、雲水身柄や花園大学生さらに古事等を、 指導しつつ、15年間住職として泊まった。そして1990年に大井は、方向寺派官庁、方向総道士課に就任した。また一万ことぶき総道士課から方向寺派官庁となったのは、足利志山、奥大説に続き、大井が史上三人目である。また大井は、関武志法との縁で、座禅指導のために、ドイツ各地を訪れ教家に勤めた。 2018年2月24日、浜松市校長搬送防別院の座前会で、無問責を提唱し、マンデ103歳の誕生日を迎えた2月26日に、体の容態が急変し、翌日の27日に、味方厳正霊病院で、急性肺炎により死去。ありがとうございます。